こんにちは。今日はレッドウィングの877繁栄犬タグをご紹介します。こちらレッドウィングの877の繁栄犬タグです。ピントが合わない。タグは繁栄犬タグのメイドイン USA 入りで、刻印がここに P の5と入っていて、このタイプの繁栄犬タグなので、多分1995年製なのかなと思います。で、877なのでタイトは8インチですよね。875が6インチで、レッドウィングで一番人気なのは6インチの875だと思いますが、個人的にその6インチのブーツがあまり好きじゃないので、僕はいつも8インチ、9インチ、10インチくらいまで、このくらいを好んでいます。やっぱりある程度長さがあった方がこうパンツをインすることもできてかっこいいですね。またこう長さの分だけこう足を守ってくれます。で、紐も上までこう結ばないで、このように途中でこう後ろに紐を回してしまえば脱着も6インチと変わらないので、8インチ、9インチ、10インチあたりを好んでいます。で、もうこれ赤ちゃんの全盛期ですよね。裏もこんな感じ、真っ赤っか、まさに赤レンガって感じですね。で、以前ラッセルモカシンをご紹介した時に、このつま先の部分の合わせのお話したと思うんですけど、レッドウィングのモカシンはこのように合わせてます。なので雑に扱うと、ここが開いてくることがあります。実際にラッセルと比べると、ラッセルはこのように上の皮を下側にかぶせてる感じなんですけれども、これは合わせてる感じですね。ということで、今日はレッドウィングの877半円ミルタグメイドインUS入り、もう多分半円ミルタグの最終形かな、多分95年生だと思いますをご紹介しました。はい、ミッキーブーツ最高です。ではまた。